こんにちは。うん、ちょっと雪パラパラ降ってます。めっちゃ寒いです。昨日今日寒いですね。今日はちょっとギャラリーを何箇所か回りたいと思います。なのでよろしくお願いいたします。じゃあこちらはギャラリー東華さんです。お知り合いのサジさんが展示されてますので、あと川崎さんのもあるな。うん、それでちょっと見てみようと思います。写真撮影はご遠慮なんですけど、ちょっと許可得たのでご安心ください。はい、あったかい、サジさんのか。でもなんか今日もう最終日だからほとんどないですよね。どうもお世話になります。でこちらが川崎さんの、あとでまたジェットに行きますので、カフェジェットですね。うん、あ、知ってる。あ、本当、そうそうそう、そう。で黒田さん、黒田よしこさんです。こちら黒田さんのですよね。うん、ほらこれ絶滅危機危惧種の動物たちなんですよ。これとはまた違うんだ。これはかわいいですね。え、工房っていうかアトリエとかはどちらで作られてるんですか。岡山なんです。ああ、そうですね。いつからこの絶滅危惧の動物を。2017年ぐらい。あ、そうなんですね。あ、こういうのもある。これはピペットボトルの。そうなんだ。これも、はい、はあ、ペットボトルがこうなるんですか。あ、めっちゃ顔なんかリアル。はい。あ、本当だ。かわいい。私ミラコ大好きなんですよ。ああ、めっちゃかわいい。大きいのがなんかすごいいいなと思ったんですけど。どれですか。これ。ああ、あ、本当だ。ちょっと飾りですよね、これ。うん。うん、同じです。大きすぎる。バッグに入れるのに大きすぎるかなと思って。そうですね。こういうところにぶら下げておくといいかもしれないね。ね、でもかわいい。鍵とかも見つけやすい。あ、でもこう書いてるんだ。あ、そうです。インクで絵を描いてその上から塗り絵みたいな。あ、そうなんですね。おー、なるほど。へえ、あ、そっか、本当だ、一緒だ。これなんか、あ、本当だ、いっぱいある。まあ、あとで天神山に今サジさんいるみたいで、午前中は、うん、まあ会えたら会えたで、午後からですね。だからもしかすると会えないかも。うん、そうです。はい。じゃあ次カフェジェット行きましょう。はい、はい、カフェジェットに来ています。今日川崎さんのコレクション見れるので。川崎さん、こんにちは。いつもお世話になっております。もう本当いつも励ましていただいて。ありがとうございます。いや、でもすごい、私このベストセレクションっていうか、こう全部集まってるのは初めて見てるので。今回初めてしたんです。あ、そうなんですか。今まで大体その新しい収蔵品だけでやっていたわけです。ああ。
でもう今退職して資金ないですからあんまり作品増えない、うん、でもやりたい、うん、いやすごい、その新しい分と前から持っている分を合わせて、うん、あなるほど、前から持っている分の特に今回小さい作品、うん、小さくて密度があるのを選んで、うん、あのしかも自分の知り合いとか関わりがある人のを選んで並べる、うんうんうん、あなるほど、一部です。いやめっちゃ楽しい、うん、こう集まってあるのがまだこれが何回もできる、あすごい、もうどこに収蔵されてるんですか、場所あるんですか。小さいのばっかりですが、うん、場所はあんまり取らないです。あでリビングに100点かけてますし、100点半分は今持ってきてます、ここへ。あそう、はい、すごい、うん、それはもう全部自分で並べられないので、家には、うん、こうやってまとめて並べて見えるというのが自分としても嬉しい。いやすごく楽しくないですか、うんね、いや今日ありがとうございます。こういうことを他の人もしてほしい、うん、コレクターいっぱいおられるわけですが。あそうなんですか。あのただ自分の知り合いでもたくさんコレクターおられるので、あ作家は結構作品持ってますが、うん、そういうのをやっぱり紹介してほしい。そうですね、なんか見たいですね。もう一旦家に入ったらもう他の人を見ることがないですが、作品は。そうですね、うん、それはもったいない。あやっぱり紹介してほしい。いや素晴らしいです。自分もあの知り合いの画家があの亡くなった時家に届いたんですけども、あそれはあの県立美術館が作品持っているような、まあ、有名な作家だったので、はいはい、せっかくいただいても紹介せんとやっぱりもったいないというか。確かに。それでまあこういうのを始めたわけですが、うん、ただあのそうですね、それまで持っとったコレクションがまあ版画とか知り合いでないのが良かったけども、うん、やっぱりどうせするならやっぱり自分の知ったあの若手とか、うん、そういう作家のしたいと思って、なるほど、あのコレクションってすると決めてから1年で100点以上の作品をどうとかって、それでまとめてコレクション展を開催したんです、10年前。でそれがもうやみつきになって、これを何年かおきにやるようになって。あなるほど。それで、まあ、週に1個作品増えれば年に60ぐらいになりますが、すごい、ね、2年したら100何本になるわけでしょ、うん、そうですね、2、3年すればコレクション展できるわけです。あ確かに。でそれ10年もしようったらとんでもない数になりますが。そうですね、すごい、うん、知り合いいっぱい、あ面白い、知り合いの人もいっぱいいるから面白いと思います、ね、うんそうですね。コウタさんの心臓、あ太田さんのも、そうそうそう、うん、投げてみた、うん、これもほら犬麦だって。へー、あ、源さんのもあるかわいい。あ、片山さんの、あ、さっきの三つのぶさん、さっきいた子供といた、うん、そう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 、あおおおおおおやったね。びっくりした。あここ、あ本当だ、2018年だ。ねえ、意識したんかな。あ、森山先生の。すなみさんもあのクラゲで、あの陰性、うん、陰性の時あったんかな。あ、長谷川さんのもある、うん、絵もあるんだ、
秋に小玉さん、野崎家で個展されると思うんだけど、その時に私もちょっと知ってるかもしれない。よもぎちゃん、奥田さん、天ぷら の、 担当者、うん、和田くん、企画とか全部すべてずっと十何年、うん、作家でもある。そうだね。よしゆきさんだ。うん。おお、小野功績さん。これ版画、シルクスクリーンあるじゃない。それずっと吸って吸って、それがこう溜まって積み重ねて。あ、小野功績さん。なんかで。冊子見せたのか、古川さんと会った時ね、その時だよね。あ、おうちさんいるじゃない。あ、これ写真星かな、これね。うん、じゃあ次は、はい、おかあギャラリーはい、おかあとギャラリーに来てます。はい、今日はお重曹っていうグループ展ですね。で、よもぎちゃんいつも学校で一緒にいるので、はい、今博士3年目ですね。うん、なので見ていきます。はい。お世話になります。どうも。今日来られてます？いらっしゃってます。うん、あ、いいですよ、いいですよ。ね、鳥の絵を描かれる。あ、後藤さん、はじめまして、キムと申します。はい、泉谷先生の一応会に入って。あ、そうなんですね。先生の教え子さん。あ、なるほど。5人のうち3人が泉谷先生。あ、そうなんですね。でもこの組み合わせは岡さんが。そうなんです。うん、なるほど。いやいや。で、内峰さんと原田さんが、うん、外科大の日本。あ、そうなんだ。日本学科。うちも？そうなんです。銀河に今は。変更されてますけど、元々は日本画をやってる。あ、本当だ。あ、そうなんですね。いつ卒業されたんですか？ですね、今おいくつだったんですか？私の2つ上、34歳。あ、じゃあ、そっか、前ですね。なるほど。ね、この影がまた見えるのがいいよね。そうですね。ね。この影がね。うん。だから多分あえて向かせてるんじゃないかな。そうですね。ね。結構綺麗な奥に奥行きを出す。影もまた綺麗だもんね。こう色がついてるのが和紙？そうですね。本当薄い、もう透けてるような薄い和紙を買ってて、それを自分で
塗って。ああ、そっか。でも本当この切り絵からはみ出ないように切って裏から貼ってっていう。え、切っ、あ、そっかそっか。ああ、なるほど。してます、ね。へえ。でも影は影見てもらったら分かるんですけど、結構その和紙貼ってるところもちょっと色が変わって影が落ちるんですよね。うん、ね、その紙の和紙の質感も出てるし。はい、よもぎちゃんやっと出れたみたいな登録してないから怒られるいやいやいや、そんなしてくださいみたいなそっか、うん、まあお疲れ様です。え、ずっといる？あ、だいたい、だいたいいる？だいたい。え、今日最終日？明日が最終日。鳥ばっかり描かれる。ああ、そうなんだ。はい、ああ、ちっちゃい鳥じゃなくて、あの大きい鳥とか、うん、あの中型の鳥が好きで、怖い方は怖いって。実際見県に行きます。行き、いろいろ動物園。ああ、そうなんですね。今県外に行けないので、うん、池田動物園に行きます。ああ、そっか、池田動物園もいっぱい行ったもんね。うん、おもぎちゃん今回はあの冬の森をテーマで、うん、あのよもぎちゃんの絵はあの倉敷にある家計美術館で一番初めに見たのはそこで、高校生の時の絵だよね。あ、ね、すごい細かくちっちゃく、はい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 、それがうわめっちゃかわいいと思ってうん、絵本みたいに、いや、この子いいなと思った高校生の時にそれはなんかその趣味で、そうそうそう、なんか、なんだっけそれ、アートビエンナーレ、アートビエンナーレっていうのなんかクラゲがやってるそうそうそうで、その外科大でなんか特別授業かな、そこで日本画をちょっと学んだっていうか、まあね、体験して日本画するって決めてから入った、珍しい。だいたい2年生3年目から専攻が決まるよね。でももう2年からもう書いてたもんね。もうやりたかったから先生にお願いして場所もらって、うん、ね、やらしてください、うん、だからすごい作品すごい頑張っていつも書いてるだからもう制作なんて言うんだろう、作品数は多分一番多いんじゃないかな、学校でね。ああ、そうですね。そう、すごい頑張ってる、うん、日本画っていうのは例えばその年代とかで違うんですか？日本画って言ってもこう大体どれぐらいの感じ、日本画の中でもいろいろあるんですよね、その好きな専攻してる人。いや、日本画は日本画としてあって日本画っていうのはどういう感じ、うん、今はね、日本画として区切られてないよね、うん、造形美術どういうふうに、なんか変わってるよね。多分全部合わせてるよね。うん。で、前は日本画家とかあったけど、うん。まあ岩絵の具使ったり、そう、伝統技術、そうそうそう、技法的にね。うん。そうですよね。もっとなんか独創的じゃないですか。うん。だからそういう技法がまあ基本として、技術は、そう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 。それでまあ表現はいろんな。みんな同じことで、そう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 、あとはまあ自分の、うん、そうです、だからキムさんと同じでこういう、こう銀をやったり、あ、そうそう、これ銀版、似たようなことをやってるけど、うん、出てくるものは違うっていう、そう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 、だから私もね、銀箔いぶしてるのがその技法から、うん。で、もぎちゃん最近はこう盛り上げていて、ね、古墳をね、シルクスクリーンとあつ森ってやつです、ね、そうそうそう、あつ森、そう、あつ森です、ね、ほら、こういうところとかね、そうなんです、あのボコボコさせて銀箔貼って色つけるっていうのが、うん、今私 の, のそうブームブームです、うん、いや、そうそうそう、だから、まあ、今博士3年目で、3年目だよね、次3年目です、うん、来年で終わり、そっかそっか、論文書かないといけない
まあ、よもぎちゃんすごい今最初から描くのが楽しいっていうのが伝わる絵で、でも途中ちょっとスランプあったよね。ありました迷ってたね。2年前ぐらい、うん、でもなんかちょっと復活しているような感じはする。なんかこういう、いやいやそういうことじゃなくて、自分が制作していく中で、高校の時、うん、高校生のあの絵を見たらすごい自分楽しくて、描くのが楽しくて、もうねたまらないぐらいの絵だったの。それがいろいろ学びの中でちょっと自分のってなんだろうっていう風な、できることが多くなったからどうしたらいいんだろうっていう、そう迷いが、結構みんなそういう時期が訪れるから、だから自分のねオリジナリティっていうか、そうだね、10年間ね、そうそうそう、うんうん、そうそう、そんな感じで自分のオリジナリティってなんだろうっていうのを多分、今わさびはもう復活しましたね、楽しいというか、はい、断言したな。まあ、ありますけど楽しいね、でもね復活してるような感じする。なんかこういうこういう動画ね、先生方にもなんか楽しそうにやってるっていう、そうそうそう、それがね、それがよもぎちゃんの良さっていうかね、こういうの見ると楽しくやってるって感じするよね。こういうこういうのこういうの、なんか絵本みたいなのが、そう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 、これはガラスに、はい、絵付けだけやってて、あーそっかそっか、ガラス用の絵の具で描いて、もガラスも作った？いやガラスはもうあの頼んで、うん、先生とかに作ってもらったので、あそっかそっか、はい、水入れてる？はい。青色、青色のね、青色の表現の幅がすごいです。はい、じゃあ宝冠町にあるラウンジ角に、いつものラウンジ角に来ています。で今日写真展があるので、まあ、写真展第2回のせいせよと岡山で、まあ、お話しされたこととつながってる写真ですね、まあ、岡山と鳥取の、まあ、風景っていうか、まあうん、その写真になっています。なのではい、ちょっと今日は来ております。最終日は昨日だったんですけど特別にはい、許可を得て撮ります。はい、よろしくお願いします。お邪魔します。こっちからかなね、岡山、鳥取、国替え、面影子、国替えですよ。そう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 、うん、だからお主だけが入れ替わったんじゃなくて、城主ね、じゃなくてもう本当商人とか職人とかお寺までも全て、うん、ここは多分城のお城のね、そう、童話地区の2017年に撮られてる写真ですね。上がこの上段が岡山で、下の方が鳥取の風景として、うん。でちょっと面白いなと思ったのが、今、まあ、2017年に撮ってるじゃないですか。でもその国替えはね、そのいつだ、そのね、すごい昔じゃない。でも今の時点で見るっていう、その視点として、だから姿ってものすごく変わってるところもあるし、でまあ変わってないところはまあちょこちょこあるかもしれないんだけど、でそれをまあ探りながらこう撮ったと思うんだけど、なんて言うんだろう、それが変わることで建物とかがじゃなくて、姿じゃなくて、その変えたことでその人々の、やっぱり作り手は人だから、うん、その人々
のことを思ってしまうっていうか、その視点で見るとなんか、うん、しっくりくるものがあるなって思った、うん、だって今の時点でのね風景だから、これをどういうふうに見ればいいかなって思った時に、そのまあ風景だったり建物だったり変わってる姿だけど、それを作った人がいるわけだから、うん、だから人たちがこう入れ替わったんでしょ、入れ替わったっていうかね、鳥取と岡山、まあ、人が変わるってことは文化が入れ替わるでしょ、うん、ね、どうだろう、日本でもその地域ごとにね、その雰囲気だとかが変わったりするじゃない、まあ、似てるところももちろんあるんだけど、どうだろう、鳥取行ったら岡山の人が行ったらなんか感じるんかなだってこの国替えしたっていうことを知ってる人もまあいると思うけど、知らない人も当然いるわけでね、この写真展は、鳥取であの展示はしてて、でそれ全部はここの中に入りきらないから、この第1、第2、第3回こう展示替えして見せるっていうこと。はい、天神山文化プラザに来ております。岡部元さんの流木で作ったナマズですね。アイシショーやってます。さっきあったよもぎちゃんでしょ、で吉木さんは私と同じ時に奨励賞で、いろいろ寒い、どうも、入ってしまう、こんにちは、あ、ごめんなさい。さっき先生、ああ、ひかるさん。そう、さっきハガキで名前あったから。あ、そうなんですか。うん、今日あのサチさんのあのギャラリー等、とうかさん、とうかさん、とうか行ってきました。あ、そうですか。うん、そうなんですよ。で、そのおかギャラリー、おかとギャラリーで、あの先生、何でした？特徴さん？そう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 、先生にも会って、ああそうです、あ次行きましょうねさっき特徴さんがなんか岡さんのとこでね、なんか会ってねって話してねって言ってそうです、誰と会ったんですか、誰と会ったんですか、そこ覚えてない、そこ覚えてないですよね、うん、ちょっとユンちゃんね、昼食がちょうどよくってね、あ、そうですか、ほんと、よかった、私らは弁当食べよったからここに戻ってくると思う、もう今日最終ですよね、そうなんです、あ、どうも、はい、いやいやいや、そっか、今日までだってだから、版画もいいよね、めっちゃアップじゃない？やめて。今大丈夫でしょ？めっちゃ近い。
うん、こんぐらいで見ないといけないね。入る。これは違うけど。まあね。うん。見られてよかったみたいで、うん、それでちょっと一度